100分ぐらいですので、25分ぐらい多くかかっているということですね。こんにちは、すみやです。今日はシースターのフレーミング機能、どれぐらい時間がかかるかという話です。昨日ね、通信社アトラス彗星を2倍のフレーミング機能を使って撮影しました。で、シースターのね、撮影時間は74分で撮影が終わっているようです。ただ実際のね、撮影に要した時間は100分ぐらいですので、25分ぐらい多くかかっているということですね。ですから、シースターに表示されている74分よりも効率よく撮影ができればね、1.3 倍ぐらいの時間で2倍フレーミングが完成するということです。ですから、途中でね、星が見つけられなくて、このデータは使われていませんというのがね、1回出たぐらいだったですね。ほとんど快晴が続いていましたので、非常にフレーミングがね、順調に進んだと見えて、74分の撮影時間をプラス25分ぐらいで終わった感じですね。2倍のフレーミングは100分ぐらいですから、1時間半ちょっとですね。シースターの表示には1時間14分ぐらいになっているんですけれども、実際にはね、1時間40分ぐらいで撮影できています。まあ2時間弱ぐらいあれば、2倍のフレーミング機能で撮影が完了するということになるんじゃないかなというふうに思いますので、皆さんもね、フレーミング機能2倍を使うとね、すごく時間がかかるんじゃないかと私も思っていたんですが、意外にね、早いっていうか、早くもないけれども、そんなにね、3時間も4時間もかける必要はないと。1時間半ちょっとぐらいで撮影が完了しますので、皆さんフレーミング機能をどんどん使っていきましょう。まあ2倍にしてそれぐらいですから、1.5 倍とかにするとね、もっと短くて終わることができると思いますので、皆さんフレーミング機能をしっかりね、活用してみてください。あ、それからですね、ドワーフ3の新しい情報が出てきましたね。なんとですね、ドワーフ3にスケジュール機能が追加されたようです。まだね、ベータ版なので、正式バージョンではないんですけれども、何時から何時まで撮りますよという設定ができるようですね。シースターにもね、スケジューリング機能が欲しいという声があってですね、今開発中なんでしょうかね。シースターよりドワーフ3に先にスケジューリング機能が来ましたね。まあもちろんね、ASI Air とかにはスケジューリング機能があるんですけれども、そういう機能がね、スマート望遠鏡で出てくるっていうのは嬉しいですよね。あ、それからドワーフ3は海外ではね、なんかもう届いたよという SNS での報告がね、いくつか上がっているようです。今月中にたくさんの方に届くんじゃないかなという感じですね。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタン、メンバーシップよろしくお願いします。えい。えい。